こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は生駒市で行われた催しやトピックスなどをお伝えする生駒市の広報番組です。毎月1日と15日の2回更新して、さまざまな情報をお届けしています。それでは今回の内容をご紹介します。今回は10月18日に行われた市民と共に作る共同のまちづくりシンポジウムの様子と、10月23日と24日に開催された第13回生駒高山竹あかりの夕べの模様を、そして10月24日と25日に行われたフローラムオータムイベントの様子をお送りします。では初めの話題です。10月18日コミュニティセンターで市民と共に作る共同のまちづくりシンポジウムが開催されました。はじめに山下市長、下村市議会副議長が挨拶、続いて生駒市自治基本条例施行を踏まえてと題し、手塚山大学法政策学部教授で生駒市市民自治推進会議会長中川郁夫さんの基調講演が行われました。生駒市では今年6月に市民が市政に参画してより良いまちづくりをしていくための基本的なルールを定めた生駒市自治基本条例を制定しました。この条例は市民と議会、行政が情報を共有し、それぞれの役割と責任においてお互いの立場や特性を尊重しながらまちづくりに取り組んでいくことを明らかにしています。中川さんは市民も積極的に行政に関わることがこれからの自治体像の柱ですと市民社会の活性化を呼びかけました。この後各方面の代表者らを招いて行われたパネルディスカッションでは、市民参画における市民の役割について議論され、山下市長は今後市民、議会、行政が対等の立場でまちづくりを進めることができれば、必ず生駒市は素晴らしい自治体になると思いますと来場者に訴えました。生駒市自治基本条例は市民の皆さんに分かりやすく親しまれるよう、大学教授、議員、各種団体の代表や公募市民と行政との共同で作り上げたものです。またその過程で広く皆さんの意見を聞くためにパブリックコメントやタウンミーティング、アンケートなどを実施してきました。これからもより良いまちづくりを実現するために市民の皆さんのご意見をお聞かせください。では続いての話題です。10月23日、24日の2日間高山竹林園で今年で13回目を迎える生駒高山竹あかりの夕べが開かれ、さまざまな催しが行われました。まず23日に行われたのは市民グループの皆さんの出演によるハーモニーコンサートです。ライトアップされたステージではゴスペル生駒の迫力のある力強い歌声や、飛鳥の小学校ブラスバンドの息の合った元気いっぱいの演奏とダンス、そして鹿の台アザレアコーラスの皆さんの美しい歌声が響き渡ります。どのグループも体全体でリズムを取りながら表情豊かに日頃の練習の成果を発表していました。またこの日は平城遷都1300年祭100日前のプレイベントの一つということで、マスコットキャラクターの遷都くんがステージに登場。子どもたちと一緒に華麗なダンスを披露すると、客席からは大きな拍手が上がっていました。2日目の24日、会場には
円楽王楽茶の体験コーナーが開かれました。直径39センチ、重さおよそ4キロもある茶碗や、長さが40センチもある茶筅など、どれもビッグサイズのお茶の道具を使ってお茶をいただきます。参加者は顔がすっぽり入ってしまう茶碗を周りの人に支えてもらいながらお茶を味わっていました。日が沈み、竹に明かりが灯されると、いよいよいざよいコンサートの始まりです。はじめに山下市長が、幻想的な雰囲気の中でリラックスしながら楽しんでくださいと挨拶。続いて中谷市議会議長が、光の造形作品も楽しんでくださいと挨拶しました。最初のステージはアコースティックグループキッサコの皆さん。喫茶子とは禅の言葉で、お茶でも飲んでゆっくりしてくださいという意味だそうで、どこか懐かしいメロディーと3人の絶妙な歌声のハーモニーが秋の夜空に響き渡ります。続いて、篠笛奏者、加納康和さんの演奏です。篠笛は、日本古来の横笛で、各地の民族芸能などで用いられています。竹に穴を開けただけの簡単な構造ですが、加納さんの演奏は、温かみのある柔らかい音色で、会場の雰囲気を一層盛り上げていました。